宵禁断の予告寝起きが伝説に。ご無沙汰しておりました。どうも。お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。ちょっと痩せたかしら、マーサー。そうかもしれないです。どんどん綺麗になっていってるから、ね。いや、そらやっぱり充実してるんでしょう。プライベートそらね、そらもうプライベートの方はもうそら ねまあもうかなりラブラブなんじゃないかなというふうに思いますけれどもね。お年頃ですからね。いや不正やん。あれまずいの、どうしたの。あれあそうあれ、いや、この間そのバンってついてこないで、ごめん、あ、そう、知らんかったから、うん、ごめん、ね、ごめんなさい、うん、泣いたあかん、マーサマーサうせやマーサ泣いちゃったいや大成功ください。カメラに向かって大成功、イエーイ、大成功、カメラに向かって大成功ください。大成功あげれないですよ。やっとしましたか。事前に予告してから始まる寝起きドッキリ。寝てはるの綺麗ですね。でも綺麗ね。限られた時間、限られた空間の中で笑いを取りに行く芸人泣かせのプレッシャーゲーム。なんと寝てしまったそれはまさに命がけの大喜利バトルなのだ。5回目ということでございまして、早いもんでね、今回も朝までドンと行ってみたいなと。朝まで行きましょうというふうに思いますけども、はい、矢部さんの方は順調なんでしょうか。プライベートですか。はい、まあ順調な。ヒューヒュー。お死後やね。ヒューヒューだよ。ということでね。お前ごめん。どうですか。お前ふざけすぎ。確かに夜中の収録やわ。こんなテンションになりますよ、私は。ちゃんとしよう。はい、わかりました。もう寝てんねやろ、みんな。もうストラップやん。ちゃんとしょ。はい、わかりました。はい、ちゃんとやりましょう。こちらはちゃんとした偽のスケジュールを伝えられたチャレンジャーたちが何も知らずにチェックイン、ぐっすり眠っているのだ。早速一人目にモーニングコール。おっと。とっとっと。おっとっとと。爆睡ですか。はい。もしもし。もしもし。はい。どうもこんばんは。はい。もしもし。私、はい、すいません、ナインティナインの岡村と申しますが。うわ。副長。そらすが。おはようございます。まずはですね、コンビ名とお名前をお願いしたいんですけれども。はい、ロバートの秋山と申します。出ました。最初のチャレンジャーはロバート秋山。先日開催されたキングオブコントで見事優勝。並みいる芸人たちが認めたそのボケのセンスはこの寝起きでも遺憾なく発揮されるのか。キングオブコント優勝おめでとうございます。おめでとう。素晴らしい、素晴らしい、面白かった。あ、見ていただけたんですか。あ、もう見てました。キャラクターにも乗り移ってましたもん。2本目のやつももうあれはもう秋山さんならではのコントだったんじゃないかなっていう。はい、なんすかこれ。そうやな、そりゃそうなるわ。気持ち悪いよね。今ですね、はい、あのめちゃめちゃイケてるの収録をさせていただいてるんです。はい、あ、マジですか。はい。ね、今からね、はい、寝起きドッキリやります。え、今ですか。そうです。5分10分で行きたいんですけれども。5分10分ですか。はい。5分10分でもう秋山さんお越しに。いや、ちょっと待ってください。どうしようかな。やっぱりそのキングオブコント、はい、一貫取られてるんで今回のこの
寝起きの方もインパクトある感じでですね、はい、いやキングだけどそんな急にできないよそれは言うね自分でキングオブコントの王者がその実力を見せつける。おはようございます。これはしょってもいいと思うんですけどね、これも必ずやるんですか。ありきで始まってますので、今回ですねなんか洋室と和室があるみたいなので、そのパターン、はい、これはもう運ですね。どっちに止まってるかは。部屋のタイプによって寝相もいろいろと変わってくるが、和室ですね、和室。果たしてロバート秋山の寝相とは。何かを発見したナインティナイン。起こしたらあかんねんて。かかってますね、扉にかかってる普通ドアの外にかけるもん、ね、中にかけます。こちらちゃんと見て、ちゃんとこちらを見て、ちゃんと見たんや。ドントディスターブって。オーガ1個多いですね。原点ですね。原点です。笑ってしまいました。マスターいいとこに気づきましたね。原点見つかりました。お押さないでくださいってこもない。あれ大いらないんですよ。いやキングオブコントでは完璧やったんですけどね。お起こさないでください。おが多いですね。消そうとしてます。ちょっとね消えないです、ね。消えないです。消えないです。秋山選手消えない。消えない。これは油性ですね。これはキングオブコントの覇者がなんとケアレスミス。これは厳しい。数々の芸人さんが。ロバートは面白い。もうええと。あいつこそ。何回も言うなと。そのまま寝たままで結構です。もう一度お越しに来てよろしいでしょうか。お願いします。もう一回で。言うたよね。寝言で言うたよね。キングオブコントで見せた完璧なキャラクターとは正反対の恥ずかしすぎるボンミス。次に期待し、一行は2人目のチャレンジャーに電話。ホテルの電話ってみんな。はい。もしもし。はい。おはようございます。おはようございます。吉本興業のですね、ナインティナインの岡村と申しますが。ナインティナインの岡村と申しますが。おはようございます。おはようございます大丈夫か。まず、え、何、岡村さん、はい、おはようございます。はい、岡村です。おはようございます。おはようございますコンビ名とですね、はい、お名前を教えていただきたいんですけれども。2700常です。2700常さんでございます。若手から来ました。若手の注目株2700常。右肘左肘交互に見て。こちらもキングオブコントで準優勝に輝き、期待は大きいがまだ寝ぼけているようで。いやキングオブコントお疲れ様でございました。あれはお疲れ様でした。ちょっとバカなの？バカ。寝てありました？はい、寝てました。完全寝てましたね。はい、ね、常さんね、今から寝起きドッキリやります。え？めちゃイケなんですけども。めちゃイケ、あ、めちゃイケ。はい。なんか見たことあったかな？感づきました？よくあるやつ。
はい、あの今回で5回目なんですけれども、よくないやつの方なんですよね、はい、あるやつの方は暴動ですから、あの分かってらっしゃるならもうあれなんですけれども、もう5分10分でお越しに行きたいんですけど、あ、分かりました、はい、大丈夫ですか、ちょっと、はい、見たことあります、これは、いや、そうです、はい、なるほど、じゃあもう大体どっちなんですかいや、うん、はい、相方はいないけど若手らしく頑張れ常、寝てます寝てます、部屋は洋室タイプだが、ちょっと寝てありますよね、ちょっと待ってくださいね、ここにね、はい、ホテルの、ね、ホテルのシャンプー、はい、ね、まあ、この辺は3年目らしさというか若さ、若さの若さで勝負という、ただここで悲しいお知らせです。どうしました、久しぶりにスポンサー NG 入りました。さあ皆さん、こちらめちゃイケには映ってはいけない牛丼の食べ残しが、我々好きや、これぞ悪いですね、これぞ悪いですね、これぞ悪いですね、これはちょっと今回ケアレス多いですね、多いですね、悲しい悲しいですね、いや悲しい悲しい悲しいですね、これは悲しいですね、自分の頭を増やすかのように、ただもう今や面白いとこ泡ではないんですよねいくら頑張ってももう泡ではないんですね、もう何やらこの海老蔵が面白くなってきましたここへ来て海老蔵がちょっと面白くなってきてしまうという睨みですねスポンサー対策だけは緩くない、この大会ルールにのっとり大幅な減点が、まだチャンスは十分、2回目での挽回を狙え、続いて次はどなたでしょうか。はい。もしもし。はい。吉本クリエイティブエージェンシーのナインティナインの岡村と申しますが。はい。女性。おはようございます。おはようございます。おはようございます。完全寝てました。寝てました。寝てましたか。はい。お名前の方をちょっとお聞かせいただきたいんですけれども。渡辺直美です。渡辺直美ちゃんでございます吉本の歌姫渡辺直美、そのダイナマイトボディを巧みに操り笑いを誘う女はモノマネのセンスも抜群、ピカルの定理代表は土曜8時に爪痕を残せるか。あのね、単刀直入に言いますけれども、はい、寝起きドッキリをやりたいんですよ今から、はいはい、今からね、今からです、はい、はい、今から、はい一回返事しといて、今からです、はい、インパクトのある感じで、はい、お願いしたいんですけども、頑張ります、大丈夫ですね、はい、はい、頑張るということで、いいじゃないですか、はい、これ何分後ぐらいにできればもう 5,6 分で、あ、早いんですね大丈夫ですよ、欲しい時間ある、うん、女性の部屋でも10分経ったら突入、急げ渡辺直美、早くも布団が見えるが、これは何やら楽しそうな気配、ではもう一方を、足が汚いです、足汚い、
常に足汚いですこれ。ばあちゃんの足なんでこんな汚いの？靴履いてるのです。そーっと前からめくっていくと、寝てます寝てる寝てますね。完全ウミガメスタイル。卵を産む時ですね。卵を産む時ですよ。タイトルみたいなんてあるんでしょうか？寝言で。寝言でですよ。ないです。なかったのね。なかったのね。もう当たり前のようにあると思ってたから。そうそう、ないですって。タイトルなかったです。言うたもんね、寝言で。そーっと明け損でした。考えがまとまらず10分を迎えたのか、再度タイトルを確認するもやはりなしと、そこへボンミスに泣いた秋山から2回目 OK との連絡が。一行は渡辺を残しキングオブコント王者の部屋へ。が、またしても姿が見当たらない。綺麗になってる。この場所は変わります。今度はどこに？出ました。出ました。出ましたよ。信じられない。久しぶりの洗顔を顔に塗って白くしてるんですね。白くして、はい、障子とかしてるんですね。そうですね。ただですね、はい、残念です。そうですね、ルール上ね、ルール上こうホテルのものに、そうですね、傷をつけたりとか、そういうことがあった場合は、残念ですけれども残念ですけども残念ですけども器物破損ですもんね。痛いよ。めちゃイケはユニリーバと、こういう穴をね開けてしまうっていうのは ね、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。そうですね、キングオブコントという、まあ、一つ、大きなね賞を取ってるので。3回目いけるか、本人に確認。パネルのメンバーもですね、がっかりするんじゃないかなというふうに思うんですけれども、ちょっと起きてます？もしかして。いや、そんなはずないでしょ。もう一回やらせてもらえますかね。もう一回だけですよ。はっきり言いましたね。もう一回だけですよ。もう一回だけやってますか。もうこの、破損だけやってくださいね。では、頑張ってください。はい。今のは痛いね。今のちょっとイラッとして、今のは痛かったな。今の痛いわ。今のは痛いわ。もう加減ある。加減あるやろ。寝言でね。インパクトは強烈だったが、ルールにのっとり減点。キングオブコントのようにはいかない過酷な戦い。というわけで障子代を本人に弁償させ、4人目の挑戦者に電話。もしもし、はい、吉本興業のナイティナイの岡村と申しますが、はい、もしもし、はい、岡村です。岡高リーダー。早い、反応が早い。さあ、僕のことを岡高リーダーと呼ぶのはすいませんけれども、コンビ名とお名前をお願いいたします。あ、ネプチューンの堀池です。ネプチューンの堀池でございます。堀池が来た。今ノリに乗ってると噂のネプチューン堀内健。というのも、おもばか、そして一本グランプリとフジテレビのお笑い賞レースを立て続けに制覇となると、この予告寝起きも優勝か。堀健にゆっくり聞いてね、寝起きドッキリやろうと思ってんの。ごめんね、起こしちゃって。意味がちょっと待って、あれか。見たことある、あれ。堀健あれだよ、あの予告で失するやつ。そう。
それよう見てるねテレビ。優勝してほしいホリケンにはぜひ。もうでもすぐ来るんでしょこれすぐ来るね弱気なホリケン珍しいホリケンすぐ来るなかなかないよ今何時もう3時じゃん3時なのうわまともやホリケン無理だって無理岡田がリーダーほんとそれはじゃあ10分後にちょっと待って連絡したらこっちから電話させていただきますそれはそんなルールないですそんなルールないからごめんなさい一回シャワー浴びようかな一回シャワー浴びようかな10分あかん時間ないよ OK10 分ねはいおそしたら大丈夫ルールとか全部もう分かってるなんか変なことすればいいんでしょそう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 まあホリケンらしい感じね大好きな岡高リーダーの期待は裏切れない目指せ優勝ホリケンの寝相とは晴れて大丈夫か軽井沢へようこそこじはるこじはるがほらビールとこじはる当たり目風呂上がりや、はい、何かを切り抜いたんでしょうねあれこじはるじゃない水着で水着で寝てるこじはるいやホリケンホリケンですちょっと風邪ひくよねちょっとね掛け布団上げてあげな、そうですねちょっと風邪ひいたらあれなんでねあ風邪ひくもんこんな水着で寝てたら風邪ひくわみたいなホリケンやね。ホリケンでしたね。枕元にあった雑誌を開いてみると、完全にですね。入り口のね一番最初のですね。やっぱりスピリッツから切り抜いてたんですね。これはもうホリケンのプロローグに過ぎないので、だからこのまま起こさずに、はい。ちょっと寝ないと確認確認しましたまだやるの、お方がリーダーっていうだって三冠ですからねフジテレビのこの三大大会の三つ目のタイトルを取ろうとしてるんですから、うん、こんなもんじゃないとすごいですよじゃあ我々To be continued というか、はい、そうですね第2章でお会いしましょうまだまだやっぱ見たいですもんねこの男のポテンシャルはまだまだこんなもんじゃない一行は嫌がるホリケンを強引に寝かしつけて2回戦へ一方悩める若手2700常の方はそういうことで大丈夫なんでしょうか一応そのつもりなんですこれダメだこれはいわゆるそのなんていうんですかね、まあ、リズム2700といえば相方八十島の歌とリズムが売りだがなるほどねと、まあ、そうジャンプジャンプ
シャンプジャンプジャンプシャンプジャンプジャンプジャンプシャンプジャンプシャンプシャンプしながら寝る男ジャンプ読むのねやっぱ今リズム崩れましたね。2700のあの軽快なリズムがもはや常一人の限界を感じた一行は相方やそしまに電話で相談することを提案。2人で2700らしい寝相を考えてもらうことに。とそこへ1回目は手探りだった渡辺直美から連絡が入った。奥から何やら音楽が。よう寝れんな。ガンガンやん。でも好きだよね。岡村が止めようとすると。あ、今操作したように寝たんだけど。寝てるよね。と自ら選曲したのは。翼の大変だよ。中村あゆみさんや。来てくれはんのかな。あれ中村あゆみさん。来てくれはった？来てくれはった？いやもう来てくれはった。歌ってはったもんね。歌ってはったね。そうかやっぱりちゃんと立ってな無理なんかな。うん。寝ながら歌ったのは初めてだからかいまいち調子が出なかったよ。取り憑かれてんのよ。取り憑かれてたよ今。除霊せなあかんわ。除霊せなあかん。起こさなあかんわこれ。そう除霊してあげて。円光寺。小田武道さん。小田武道さん来てくれた。はい、大丈夫。小田武道。ゆっくりゆっくりでいいよ。起きたかな。おはよう。おはよう。おはようございます。なんちゅう格好してんねん。ごめんやで。どうしたっす、なんでいるんですか。いやいや、ごめんごめん。一応、写真、大根やど根性大根やで。アスファルトが生えてる。大きめに育った大根や。ただ、なかなかの作品を。なかなかの作品。いただきましたよ。見せていただいた。よかったですか。よかったです。ですか、うん、最初の、丸くなってるやつ、どうでした、うん、いや、ほんま、どっちがどっちは分からへんがあって、そこまでは楽しかったんけど、はい、ほんまに、足の裏汚すぎるの。足の裏がね、自分思ってる以上に汚い、ほらこれ何これ、汚いですか、汚いよ、これしたの、いや、わかんないです、自分でも。お風呂とか入ってる、これなんやの。ど根性大根、これ足です。これ赤い、もうちょっと死ぬ、ね、あ、もう自分死ぬで、ほんまにマジで死にますかね、うん、ただ、寝起きでは中村あゆみの降臨でホリケンを抜き去りトップに。とここで抜かれたホリケンから岡田リーダー俺もオッケーとの知らせが。ホリケンワールド第2章とは。しゃあ行くぜ。こちらが気合い入れてるんですね。これがソーセージ、ハンツクソーセージですか。ソーセージ、極太のソーセージ食べてますね。またおつまみ。こちらのオーラル、こちらのお前です。ようこそいらっしゃいませ。こんながいらっしゃいっていうことですね。こっちなんですね。その先を覗くと、めっちゃ広い。ホリケンのとこ、めっちゃ広いぞ。めっちゃ広い。また、飛んでる、飛んでる。あれ飛んでるぞ。飛んでる。飛んでる、飛んでる。飛んでる、飛んでる。おっと。ソファーを縦に使ったホリケン。見てください、うわうわ、これは
あ、富士山より高いとこ飛んでる。すごい。富士山より高いとこ飛んでる。ホリケンマンじゃないですか。ホリケンマンかもしれない。これは。すげえ寝ながら飛んでる。これはでもあれですね。いわゆるこれシーツにペインティングしたので、まあ失格。ホテルのものにこう落書きしたり障子を破ったりすると、この事実を本人に確認。ペイントしてしまいましたね。ホテルのものにペイントしてしまいましたね。元からです。元からこの絵があったと。柄みたいなもの。ホリケンマン、もう一度行きますか。嘘でしょっていう絵でした。というわけで、おはようございます。あ、うん、おはよう。おはよう、俺じゃめちゃけ予告ドッキリ。ちょっとやめてよ。わかりました。ホリケンワールドここにありという見事な寝相だったが、器物破損で惜しくも減点。それでも渡辺直美と並ぶ得点で再びトップに。いやホリケン、はい、びっくりさせて申し訳ないけれども、ちょっと、いや言ってよ。いやごめんなさい、本当申し訳ない。ごめんね。お金がいいな、久しぶりじゃん。岡村復帰後初のめちゃイケだった。こんな形で再会できるとはね。久々じゃん。久しぶりなんだけれども、ホリケン久しぶりやったら老けたよね。ホリケン老けたな。いや寝起きやからね、やっぱ深い時間やし、もう寝てたからか、一番深いから。やべじ久しぶり。終わった。こうやってね、みんなでね、そうやね。すると、いつか最強の自分に。隠し芸大会で共に満点を目指した青春の思い出。懐かしの思い出。いつか最高の自分に。いつか最高の自分に。お方がリーダーと掘りて。そしてこの後、右口左口顔が2700常に新たなライバルが。日の出まで1時間半を切り、まだ起こされていないチャレンジャーが2人。まずは相方に電話で相談した常。ジャンプとシャンプーと、そして携帯が、でマイクがつけられてます。あれ、スピーカーが接続されてますよ。おっとおっと、これはコンビ芸が見れるのか。見れるんでしょうか。すると、シャンプー、テレツテテテテテテテ、シャンプー、テレツテテテテテテ、鎖骨がティリティ、おっつくもん、鎖骨がティリティティリティ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 、鎖骨がティリティ、いく。がテリようやく2700の真骨頂を見せることができたが、今まかつてこんな寝起きはなかったですよ ね、 そうですね。ちょっと安心し た、 ちょっと安心した。初めての寝起きをコンビの力でなんとか乗り切った常。ここでようやく起こしてあげて、高得点に導いた相方やそしまにも挨拶。どうもおはようございます、ナインティナインの岡村ですけれども。おはようございます。失礼しました。常の方は大丈夫だったでしょうか。はい、素晴らしい方、はい、最初は本当にうちの相方も言ってましたけど、どうなることかと前途多難な感じしてましたけども、最終的には着地点も見つかりまして、取り返しましたね。よかったです。できればですね、ちょっと僕の方もそっち側にめちゃイケ初めてなんで、ちょっと行きたいんですけども。本当はね、本当はね、今日は大丈夫です。すいません、お願いしますよ。第6回大会とかそういう時にそうね。ただこのまま切ってしまうのもかわいそうなので、もう伝説と化してる肘のやつ行く。右肘、左肘、ちょっとあれぜひ見せていただきたいんですけれども。 そ、 ね、それでは電話口から。腰を見て、脇腹を見て、
胸見て、肩見て、トン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 、さっきだよ、右肘左肘、ゴールで、岡村さんもだな、これが、一緒にやりたかったのは岡村だけでなく、マー様、右肘左肘、ゴーゴー見て、右肘左肘、ゴーゴー見て、おかしい、おかしい、おかしい、こんなん違う、違う、違う、マーさん、ゴーゴー見てって言うの、ちょっとぼんやり、ちょっと間違えてますよ、マーさん、ぼんやり、あれ、なんか聞こえますね、真面目ですね。時間がないため、やさしまの出演は次回に。そして残るはキングオブコント王者秋山の3回目。秋山の姿は？見てた見てた。エピソードエピソード見てた。うわ、エピソードの睨みや。お持ち帰り自由の雑誌だったが。めっちゃ見てた今。すごい目力。寝てないんですけどね。これ寝起きドッキリなんですけど、寝てない。体勢は完全ね。まあ、寝てるんですけど。目開けて寝る方も稀にいらっしゃるんで、おはようございます。ようやく文句なしで起こすことに。ごめんねびっくあごめんねびっくりさせて。どうすか一言ください。何ですかこれ。すいませんすいません、エビゾさんすいません、そうなんですよね、そうですよね、そりゃびっくりされますよね。終始キングオブコント王者というプレッシャーを受けながら3度の挑戦で見事高得点を叩き出した秋山、ただ面白いのでこのままもう少しエビゾさんにお話を。意外とこうやっぱりさすがと言いますか、さすがですね、冷静ですね、眩しくないですか。あ、眩しいですね。起きてもちょっと上半身裸の海老蔵さんってたまに見るから。ちょっと今日は灰色のパーカーではないですけど。そうですね、灰色のパーカーとね、セッターがよく見かけられますけれども、はいはい、まあ、いつも着ているわけではないので、ちゃうよ。どんなに追い込まれようと己が一番の笑いを取るために限られた時間の中死に物狂いで考え最後までしのぎを削ったお笑い選手たち、そんな素晴らしい仲間たちと初めて顔を合わせる時が。さあ来ました、2700さんでございます。スネか2700、スネさんが。あ、どうもおはようございます。かなりのスロースターターでね、ちょっとね、いやいやいや、どうなるかと思いましたけども、いやちょっと実はですね、はい、相方が今ちょっと到着しまして、はい、あ、じゃあおいでおいで、あー、どうぞ。結局来てしまったやそしま。作家さんですやん。来ちゃいました。来ちゃいました。はい、ありがとうございます。相方もちょっと俺言って本当にありがとうございました。全然意味わからなかったですから。意味わからなかったよね。最初は戦ってる場所が違うから。そうそう、それぞれ、はい。相方呼ぶっていうシステムなんですか。テレフォン使ったんですよ。あ、来ました。渡辺直美さんでございます。裸足や、また裸足、また裸足や、ね、象の背中みたいな足の裏足。そしてあー、すげえ、小池さん、はい、寝ましたね。あー、おめでとうございます。チャレンジャー、おひょいさんのようにひょいと現れました。騙されました。騙されました。戦ったメンバーです。もうダメでしょ。女性なんですから。我々が思ってる以上に。ないでねえじゃん。実はもう一方そうなれるんですよね。はい。だから最後の枠は毎回。
ビッグですよね、うん、そうですね、非常に超 VIP の5人目に電話。ハロー、ハロー、え、ハロー、もしもし、おはようございます、ナイティナインの岡村と申しますが、はい、もしもし、ハローって言われました女性の声でハロー、ガイタレですか、すごい、ガイタレかな、ガイタレですか、ガイタレの可能性ありますよ、ずいぶんでも切られましたよ、ガオさん、はい、もう一度アタックしましょう、怖っ、ガイタレ、もしもし、すいません、あのですね、私、はい、朝早くに申し訳ございません、吉本興業のナイティナインの岡村と申しますが、おはようございます、え、岡村さん、はい、おはようございます、何があるんですか、どうしたんです、ちょっとしたこの話し方は、ま、すいません、本当申し訳ないんですけども、こちらから電話しといて、あのお名前の方をお願いしたいんですけれども、え、何の目的で名前の前でお名前の方だけ一つお願いしたいんですけれども、デビースカルノです、デビースカルノさんでございます、黒人だ、最後のチャレンジャーはデヴィ夫人、スカルノ、インドネシア元大統領を支え、社交界ではその美しさから東洋の真珠と呼ばれた日本を代表するセレブ、そんな夫人にはまず企画を理解してもらうところから始まる、寝起きドッキリを仕掛けますんで、何、寝起き、理解できるかな、寝起き、はい、難しい、ドッキリ、私がドッキリ、え、はい、何、そうです、デビさんに我々が寝起きドッキリを仕掛けますので、はい、申し訳ないんですけども、私が私にドッキリをするのよね、いや違います、あなたが私にドッキリをするの、そうです、本来ならばこれは言ってはいけないんですけれども、あえてここは言ってます、説明だがなるよね、そうなんですか、はい、もしね、黙って本当に言ってですね、デビさんの、はい、ね、おっぱいがボロンチョしてたりとかみたいなこと言うんじゃないです、あなたこれぞあのデビスカルノだっていう、あ、何か私が考えるわけ、そうですね、すごくインパクトのある、あ、寝方を、ええ、今から10分ぐらいでちょっと、あ、ちょ、10分早いわ、20分にしてデヴィ夫人が言うなら OK、 騙されてしまったという体をですね貫いていただいてですね、え、あなたたちが騙されるんじゃなくて私が騙されるの、そうです、そうです、最初に戻りましたね、メイクする時間を特別にお取りして、いざスイートルームへ、おはようございます、やっぱりやりますこれ決まりなんで、逆の立場やから新鮮でしょ、そうですね、そうですね、見れる方やから、そうですね、楽しみたいな、ね、どうします、スケスケのネクリジェとか着てたら、いや、ちょっと正直熟女好きですから行きたくなっちゃいますね秋山だけ違う興奮の中、いよいよデヴィ夫人の部屋に、と先頭を歩く岡村が、さらにを制しシャワールームへ向かうと、いない、いない、デヴィ夫人が仕掛けたこのフェイクの意味は、止めよう止めよう、あれ、ほら、とりあえず寝室に戻って、広いスイートルームとはいえ、あとはリビングのみだが、
ルームサービスもあるすごい豪華しかもシャンパンは空にわわわすごいベロベロちゃんデビさんデビさんベロベロちゃんシャワーも出しっぱなしだしねこれ一人ですかこの感じ何か見つけたかシャンパングラスがご婦人ベロベロやちょっと一回戻ってデビーさんが趣旨を理解して自ら考えてやった作品がこちらだあれなんですかねちょっと焼け酒かなんか飲んだんですかね飲み干してるからね飲み干してます飲み干してますよ寝てんだってでもいびきとか書くんじゃないですかねまさかとは思いつつマイクを近づけるとまあデビさんすいませんうるさいわすいませんごめんなさいでもあなたたち、はい、私に完全に任されたでしょ任されました僕らは任されたでしょシャワーねシャワーねあの下着は誰が覗こうとした誰が覗こうとした秋野選手これはねもうデビさん優勝でいいよでしょ、うん、えデビさんが優勝で待ってよ岡田君どうですかめちゃイケはユニリンバーと誰か他にもいたわ皆さん皆さんなるほどご覧のスポンサーの提供でお送りしました優勝でいいかそうなんですよどうデビさん優勝で優勝レベルだもう優勝してくれまたね第6回大会でね大勢の掘り返し掘り返し危ないから危ないからまた乗っかり大会でお会いしましょうごきげんようさよならデービーホリケンホリケン何してんのホリケンやめてほらホリケンなんでほらデビさんすいません本当にバカこういう人間なんで本当申し訳ございませんよかったよかったホリケン謝ってちゃんと謝ってデビさんに誠意持って無事何どの花見てもあなふたつバカあなたどうかしてないっきょもう鎖骨がティリティリティリティ鎖骨がティリティ
Lines that I will not hold. You pointed at headlines that are way too old. Times have changed and so have I. I'm not living to survive. Don't fit in the box that you're putting me in. Won't sit through your talks that are making no sense. No, you ain't gonna pave my way. Rather have it my own way. Swallow way too many pills, searching for some kind of thrill. You're just trying to cut me off. You take my pace every time I wanna run. Run away, let me be a overlord. Swallow way too many pills, searching for some kind of thrill. You're just trying to cut me off. You take my pace every time I wanna run. Run away, let me be a overlord. You can't take back the words that you said. That I'm not enough for you. Deep down I know that you regret. Tryna play cool. You gotta see from my perspective. Every little thing I do was never for your entertainment. Won't ever be enough for you. Painting my picture without a muse and giving me lectures about what I should do. You don't care about what I want. Cannot bear to be ignored. Swallow way too many pills, searching for some kind of thrill. You're just trying to cut me off. You take my pace every time I wanna run. Run away, yeah, maybe I'm overlong. You can't take back the words that you said. That I'm not enough for you. Deep down I know that you regret this. Still you're trying to play cool. You gotta see from my perspective. Every little thing I do was never for your entertainment. Won't ever be enough for you. Won't ever be. Won't ever be enough for you. We'll be right back.
that you said that I'm not enough for you. Deep down I know that you regret this. Still you're trying to play cool. You gotta see from my perspective. Every little thing I do was never for your entertainment. Won't ever be enough for you.